製のグラナディラ製でできております。まず、まあ、木製なんで、音色がだいぶクラリネット寄りになってるんじゃないかなって思います。パッドの方がちょっとなんですか、スポンジみたいなバレンチのパッドって言うんですけれども、これを使用していることによって、まあクラリネットのまろやかな音に、加えて、まあ、ちょっとこのパッドの特徴なんですけれども、まあ、ちょっと軽い音が鳴る傾向があって、その中でもまあ明るい音、まあ、クラリネットらしい明るい音、まあ、両方出てるんじゃないかなっていうふうに思います。こちらなんですけれども、まずストラップリングが付けられる指掛けとなってます。指掛けも可動式になっています。バネなんですけれども、板バネもこの針バネって呼ばれるものも、ステンレススチール製となっています。トリルキーの部分が、通常のクラリネットだとちょっとここのこのキーはクッと曲がってるのが、まあ、一般的であるんですけれども、こちらまっすぐにすることによってこう置いた時に、穴がこっち側にないので、水が溜まりにくい、 この向きで置いた時ですね、ここが机だとしてのと、あと、まあ、個人的な見解なんですけれども、こういう風にまっすぐに、ついてることによって、よくあることが、まあ、パッドが通常こっちに向いてると、使っていくうちにつれてだんだんこう溝がこうグググググってパッドも動いてきちゃう、ずれてしまって、よく息漏れして、何ですか、裏返っちゃう、音が低音鳴りにくいとか裏返っちゃうっていうことがあります。でもこれはまっすぐでついてるので、 こっちの方にずれる心配もなく、長時間吹いていても、まあ、裏返りにくい、音が裏返ったりしにくい構造なんじゃないかなって思います。見えるかちょっとわかんないんですけども、通常ここもちょっと普通のクラリネットにはない部分でして、ネジがちょっとここについてるんですけれども、まあ、ここのネジは、まあ、何の役目を果たしてるかっていうと、このレバーを押した時に、カクカクっていうなんか無駄な動きをなくすために、このネジがついています。で、本当だったらここは、コルクとか、合成コルクとか、まあ、そういったものを使って調整してるんですけれども、そうすると長時間使っていくうちに、コルクがこう潰れてしまったりとか、あとは剥がれちゃったってなった時に、ここがすごいカクカク動いてしまうんですね。で、そうすると、修理する方も、ここを分解してコルクを厚さ調節して貼ってっていう、ちょっと手間が、ほんのちょっと手間がかかる部分にはなるんですが、ネジに変えることによってネジを締め込むだけで簡単にキーを分解せずとも調整できる、技術者にとっても嬉しいポイントにはなりますし、もし急いで、あ、ここ取れちゃったってなった時もすぐに直せるポイントとなります。あと一番見た目で大きいところ、このルブランって書いてあるロゴ、ま、見た目もすごいかっこいいんですけれども、連動、ここの連動がありまして、この連動を崩れにくくするための補強板でもあります。しっかりした作りになってて、だいぶお得な商品なんじゃないかなと思います。